はい、スタートしました裏木チャンネルです。今回はこちらおいおい来ました。金目先生大好き。すぐ聞いちゃいます。うん、レフポーズのアマラウが来たら裏はどう変わる？とまだ来てもないのに。ゲ、うん、ストは川地義幸さんです。はい、よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。ユージヤンと金目でお送りします。うん こちら、横浜 FC 戦レビューライブ後、6月11日に収録しております。改めまして、レフ・ポズナンのアマラウが来た浦和はどう変わるちょっと前、ポーランドメディアが浦和行きを報道しました。それによると、まあ、アマラウ選手、J リーグとかメジャーリーグサッカーからも興味を持たれているけれども、基本的には浦和に行くんじゃないかというふうに、<ー>もう既に報道されております。しっかり。<ー>経歴を見ますと、2021シーズン14ゴール8、8アシスト。こちらがレフ・ポズナンなんですけども、スコルジャ監督が指揮を取っていて、 この大活躍で優勝に貢献とスコルジャーさんのサッカーに合うってことは保証済みと。はい、はい、ですけども、2022、23シーズンでスコルジャー監督が浦和に引き抜かれてしまいまして、レフポーズが変わったら試合に出れなくなっちゃった。最近は途中交代が多いみたいですね。うん、というので、あまり試合に出ていなくて、本人も出たいなという感じで、外の報道になったんじゃないかというふうに書かれてました。出たいなって出れんの契約金はなし。ポーランドメディアの報道によると、2024年まで残っている、要はあと1年。うん 一応トランスファーマルクだと600ミリオンユーロ、1>, うん、まあ1億ぐらいか。契約を合意の上解除するかもしれないっていう報道もありますし、移、うん、跡金を裏側が払うんじゃないかと五5000万とか、そこに払うんじゃないかみたいな報道もありましたね。うん、けど裏側がかなり今、ポールポジションにいることは事実みたいですね。うんまあ、で、実際もう取る前提で来ておりますが、アマラセッション来たら実際裏浦はどう変わるということで、こちらユージさん、<ぁ>トップしたなんですよ。基本的には、<ぁ>4231だとしたら。うん、変わるって。 でそんなにポジションとか先日変える監督じゃないから変わんの <laughs> そんなに今だとまあ単純に選手が変わるってことですね安井選手、まあ、小泉選手のトップ下のところにアマラオが入るとどうなるんだろう、まあまあ、多分そうだよねそうですねただゴールに矢印をすごい引くしあとやっぱこう個人での打開力っていうのをすごくできる選手なので、うん、その前提のサッカーになっていく例えばじゃあ右でモーヤンがすごい絶好調な時に ね、まずそこに預けておけば1対1だったら抜いてくれるだろうとかっていう信頼があるじゃないですが最高じゃん一番欲しいやつじゃんそれ。だからあのこれまでだったら出してないようなタイミングでも <laughs> トップ下のところに当てるっていう言い方とあれですけどでその前提でワントップの選手なんかもうまく的になったりキープしながらアマラウン枚を向かせて仕掛けさせますみたいな形ができるのと。うん あと彼両利きなんですよね。相手にとってすごく読,読まれにくいから、やっぱトップ下がすごく生きるんですよね。お<ー>どっちに来るか分かんないっていうのがあるので、うん、ボールタッチだったりとか、その、キック、ターンなんかも、まあ、右にも左にも来れるんで、相手が読みにくいんですよね、すごく。うん、だから、右側、左側の、その、2列目の選手ともこう,うまく。 ななななんんんかかか連携しながらやっていけんじゃないかってていいいじゃうところのなんか面白さも、あるけどももしかしたらその小泉選手だったりとか大久保選手がやる安井選手がやるよりももうちょっとその真ん中固定になんか近いような存在になってくる、うん、あの別にポジションとしては彼はサイドアタッカーやった経験も多分あると思うんですけど、うん、アンラン自体はね。ただそこのトップ下で起用した時にある程度そこのエリアにいわゆるペナ幅の中でワントップの選手と縦関係を作りながら。 時になななんかかい越したりとっ、うん、っててくんじゃないかなって、まあ、基本的には足元でもらって仕掛けて決定的なパスだったりとか緑シュートっていうのが得意だと思うんですけどゴールのペダ幅の直結するような場所っていうのを常につけるような選手になると思います、はい、フィーファ情報だけどフィーファ23でやっぱ逆足の星が4つついてるねおおやっぱ本当に両利き能力はどうなんですか、うん、あの全体パラメーターの一応71だね、うんうん、おおいいじゃないですか まあ J リーグなら相当だよ。で71でしかもウィングもポジションになってるね。うん、おお。例えばガンバラウがそこにうまくはまったら、はい、周りの選手がこう、うん、パスとかでモーベルクとかそうですね責任とかより良くなったりしないんですかね、はい、例えばね周りが そこをこう生かそうっていうふうにちょっと見えやすいっていうか前線のターゲットマンではないんだけどままず預けるっていう存在ができますよねでそれによって周りはあのそこに対して連動していけばよりこう得点を取れるだからもしかしたら甘らうだけじゃなくて大久保選手とかモーヤンもそうかもしれないですけどそういった選手が得点できる可能性がさらに高まる可能性はあるんです ああそこにやっぱりこうディフェンスっていくので、それはすごく期待してるし、あ,まあとはワントップを生かすそのスルーパスっていうのも楽しみですよねいや。いいのがさ、ロングシューターの特性もついてるよ、うん、FIFA だと。おお<ー>、そうそうん。うん、一番欲しいとこじゃん。今日の横浜シに行くみたいなね、うん、ちょっと固められた試合とか。そういう時に、ちょっとその壁があっても、外側から巻いて、だからなんかね、チャンピオンズリーグ決勝で、今回、得点が。 結構崩してるのに、やっぱりこうゴール前に人がいて、その外側から巻いたシュートが決まってるんですよね、あ<ー>あのマンチェスタースキの。<ー>だからそういうようなこうシュートを結構打てるんですよ、アマラウって。だから今日のその横浜 FC みたいな相手だったら、とじゃあ、岩竹選手のところの横を抜いていくとか、だかそういうあのシュートを狙えるんで、そんなにこう崩しきって、なんか完全にディフェンダーを外してなくても決まっちゃうことはあるかもしれないですね、うん、そこににあんまり頼すすすぎても良くないいででけけどどやっぱ基本的には崩したいですけどただ やっぱそういう危険性があると相手もそれでに対してケアしてこなきゃいけないんで裏が空いてくるとかっていう時も起こるのでそういうじゃんけんがすごく質の高いじゃんけんができるんじゃないかなとい,いいですねいや欲しい早く来てほしいもう余裕がねいんだよいやスイスイチももちろんいいんですけどやっぱり ボランチの選手って感じはしますよね。そうですね。安井選手はやっぱりね見ててすごいこう局面の狭いところで外すって動きあんまないんですよね。こう覗いたりとかスペースに動いて受けてとかうまいし、あとミドルシュート自体もうまいんですけど、ミドルシュートにしてもすごい相手をなんかこう一瞬で外してシュートとかっていうよりもシュート力にちょっと頼ってる感じがあるじゃないですか、うん。だその辺っていうのはやっぱりあの何て言かなそこをメインにやってきた選手とはちょっと違うなってこうやってオプションとしては全然いいんですけど、うんや。 やっぱりこうボランチとの併用ってなると思うんで、うん、そうなってくると、やっぱり一つ前のところでもうほんと得点、ゴール、アシストに直結する仕事ができると。で、それによって周りも相乗効果で空いてきたりとかして、例えば大久保選手なんかの得点が増えるかもしれないと。あとはまあ、一番なのはスコロジア監督のチルドネイツ。そう,そうですね。<う>ルで分かりきってるっていいよね。合う合わないはもうないもんね。すぐ会う休みもあるから体力的に余裕もあると。ね、取るしかないだろ、う俺は。ね そうですよ。ね、<れ>外国人は、ね、ただ関係でねどうしてもね余剰にはなってくる部分があってそれがどうなるかってところはありますよね。そうですね。でもそことの兼ね合いはあると思いますけどやっぱでも来たら必ず実に戦力になると思います。アマラム選手が来たらブラバはもっともっと強くなって最高になる<ー>。最高に最高になるかわかんないですけど今よりも得点のパオリがするといいですね。 ちょっとね、横浜シーズンとか香りがしなかったん、ね。<laughs> 塩気はかなりありましたけど、ね。塩気はありましたね。あんまう選手が来るためには、裏木チャンネルのチャンネル登録をぜひしていただい。全然意味がわからないけど、早く来てほしい。<laughs> はいということで、ね、感謝どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。<laughs>